レオです。今回ね、バトルパスティア31で獲得したばかりのこちらですね、5連個アンチタンクライフル獲得したので、初使用でやっていきたいと思います。こちらですね、ワタルバイルクラスで組み合わせてるんですけど、歩兵及び車両に対し絶大な効果を発揮する重量級のセミオ対戦車ライフルってことでね。マップはどうなってますか、これ。ダストハウスから。これももうちょいで解除できそうなんですよ。新武器。建設武器。ダストハウス。最初からかな、わからないけど。今回ダストハウス、アサルト7対7ドミネーションで遊んでみたいと思います。このゲーム途中参加結構多いんで、最初からだったのな。今回渡る前のクラスの5連個アンチタンクライフル初勝でやっていきたいと思います。こちらですね。これセミオートですね。唯一の。なるほどね。反動でも大きいな。今までのセミオートそうでもなかったんだけどな。長押し、エルサ長押し、ステディエム。おう、めっちゃ。テイカーを奪う。めっちゃ反動がでかいな。リードしてるぞ、この調子だ。攻撃してやりやすいとさ、やからお前らは隠れんぼが下手すぎてカモンに通る。ここ行ってみようか。敵にフェイカーを取られて見つけ出した。あ、危ない。なんてショットだ。よしよし、フェイカーを強くするな。今のは痛そうだ。新たな位置情報。あ、残りの一発で決まってラッキーした。お、ケアパケもいました。まあまあいいっすね。ケアパケ行くか。あ、ここいいっすよ。ケアパッケージが来るぞ。ちょっとインテルジャミングされてるんだけど、入るな。オッケーオッケー。あー死んだ。あー、ケアパケ逆にできそうになってる。あ、大丈夫か。これのあるの。悪いな、誕生日もないのに。カック爆弾。いいっすね。カック爆弾あんまり決まらないんですよな。シップメントのが決まるんですよ。でダメっしょ。分かりにくいんだよ。迫撃砲やろうから。ああ。敵のカック爆弾が来るぞ。カック爆弾。ああ。ああ。なんでこれ。意味わかんねえ。ああ。ああ。なんじゃこれ。敵の偵察機が広い。こっちに注意しろ。いやいや、こいつ。危ない。よし、これやりやすいね。誰か、ここへ行くから。見えない。11キロ。押されてるな、完全に。敵の偵察機が広い。奥に注意しろ。
ねえ、敵の砲弾が飛んでくる。よしよし、隠れろ。シークレットドロップやりやすいよ。でも使い慣れてないからね俺、だからあまりキルはできないと思うんですけど。ここは難しいよ、さすがに。今は勝ってるけど、めっちゃ 何出してんだこれ。あんま強くないけどね。13、何やこれ。奴らに足立つ。敵の機銃装甲が接近。よしよし、バンバン決まってるぜ。近すぎてもあれ難しいんだよな。お、せえよ、めっちゃ。おお、危ない、助かった、ありがとう。味方に助けてもらったよ。リロード遅いな。15キル。今回ここやりにくいな。よしよし、よし、レコーダー、よし、レコーダー置いた。レコーダーを取り戻した。俺のマックスが、お前もスナイパーか。あ、ダメだ、味方近くにいて、それダメだね。ああ、やりにくいですね。ああ、邪魔やね。30キロぐらい行くだろう。ヘッドショット入ったな、バッチリや。見えない、開いたか。20キル。よし、決まる。やりやすいよこのマップ、ヘッドショット。あのスナイパーがやりやすいよ。あ、明星解除した。あ、当たってないか。見えない。よし。あ、シークレットドロップ。撃たれてる。あいつよくいるの、いつも。リロードはちょっと遅いね。かっこいいでも、このリロード。スナイパーライフルはこうだよ、このマップは。インテル入ってる。シークレットドロップが溜まってないのか。よし、キャパッケで OK。 このマップやりやすいわマジで。さすがにあのちょっとキャパッケ行くか。溜めついた。あー、やれた。リスポ逆になってないだろうな。あ、大丈夫か。今ちょっと待機してた方がいいっすね。あ、キャパケだ。よし、あ、番犬だ。じゃあ番犬出したら死ぬんだよ。あ、今回は大丈夫みたいだ。一瞬で死ぬ場合があるんですよ、番犬が。なんかのバグかなんか知らんけど。あ、番犬死んでるわ。よくもやってな。負けてる、逆転されてるぞ。
これセンターよくいるんですよ。今いないな、あっちがいいか。向こう必ずいるからさ、こっち出にくいの今。テレミットが出てるから。危ない。30キロまで行かないか。このマップ面白いからね。ダスハウスも面白いけど、スプメントも面白いけど。めっちゃ負けてるじゃないか。敵強いわ、これ。70キロやってる。反動が半端ないな、これ。あ、ダメだ。30キロもいかんのか、もしかして。27キロ。終わりだ。まあいいわ。28キロも行けばいいでしょう。はい、今回ね、今回ダスハウスのドミネーションで成績がね、28キロ1加工でした。今回の名前なんだったかな、ドレミコアンチライフルだったかな、初勝利やってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。